ロシアとの平和条約、また憲法改正、志半ばで職を去ることは団長の思いであります。史上最長政権の幕引きは突然だった。悔しさをにじませながら辞任を表明した安倍総理。ポスト安倍は一体どうなるのか。この週末、慌ただしく動き出した道内議員。釧路では注目のこの3人が顔を揃えた。飛び出したのは秋の解散総選挙の可能性。私は一審を通った方がいいと思いますね、国民の、はい、衆議院は常在戦場、それはいついかなる時も同じでありますし、新内閣の方針が見えたところでおそらく解散する可能性あるなと思ってます。早くも選挙を意識する3人。それもそのはず、前回比例代表で出馬した鈴木貴子議員は次の選挙で父宗男議員の地元釧路根室管内の同7区からの出馬に意欲を見せる。現職の伊藤義孝議員との調整は難航しそうだ。何やったぜ逆にしかないですよ。安倍政権下で国会デビューを果たした和田義昭議員、地元での企業回りの最中に総理辞任の一報を知り、頭の中が真っ白になったという。難しい判断っていうのを迅速にしなければいけないタイミングっていうのが大変多い時期ですよね、今は。やっぱりそういったことがきちっとできるリーダーになっていただきたいですし。意中の人、この人がいいなみたいなのだったりするんですか。そんなことは申しません。対する野党は、我々の合流の時期とこの内閣が変わる時期が重なったということはですね、ある種私は、良い機会だとも思っております。来月に合流新党を立ち上げる立憲民主党と国民民主党、くしくもポスト安倍選びと重なった。一方、合流相手となる国民民主党は一枚岩になりきれていない。同連におきましてですね、この回答に向けてさまざまな手続きをしていかなければいけないということで、立憲民主党との新党に参加するのか、その最終判断を個々の議員に委ねることにしたのだ。逃げるようにカメラに背を向ける徳永代表。いや、もう今日は何も話しませんから。今いろんな。